皆さん、こんにちは。今回の速報研コーナーは肩こりについて話をしていきたいと思います。えー、肩こりっていうのは筋肉が固まってしまってそこから痛みが出てしまうっていうのがまあ一つ理由としてあるんですけどもおこの筋肉の状態っていうと実は中にですね痛みを発生させてしまっている物質っていうのが溜まりすぎてるっていうのがあるんですね。その物質っていうのが一つは乳酸っていうのがあります。これはまあ筋肉痛とか起こるときに 筋肉の中に溜まってるっていうのは皆さんご存知かと思います。そしてもう一つがカルシウムっていうのも溜まってしまいます。こういうのが実は筋肉の中に溜まってしまって、血流を悪くするんですね。血の流れを悪くしてしまって、そして筋肉が固まってしまって痛みを出してしまうんです。実はそういうところから肩こりが起きてきたりとかですね、痛みっていうのは発生してしまいます。 で、この筋肉なんですけども、本来は伸び縮みして、えー、常に動いていることによって、えー、そのき中にあるまあ老廃物っていうのを外に出そうとする作用があるんですけども、例えば運動不足になったりとかですね、えー、冷やしすぎてしまったりとか、あそういったのがあると、どうしてもその筋肉の収縮がうまいこといかなくなって、まあ、老廃物が外に出ていかないということになってしまいます。 だから乳酸とかカルシウムとかどんどんたまって、えー、さらに血行が悪くなってしまって、えー、調子が悪くなる痛みが出てくるっていう仕組みにもなっています。でそれを改善するためにはどうしたらいいかっていうとう先ほども言ったように筋肉が動くことによってそういった老廃物っていうのが出るので、えー、筋肉を動かせばいいんです。じゃあ運動したらよくなるのかっていうとう結構運動すると楽になる方も こういういのも事実なんですけども実はね運動でもあまりにも早く動かしすぎると筋肉の伸び縮みっていうのが早すぎたりとかですねあるいはグッて伸ばしきったりし,してしまうストレッチっていうのでは実はああまりり効果がなかったりすするることもあるんです、まあ、いわゆる早すぎたりとかあるいは同じ状態に伸ばしきったりっていうのはあんまり良くなくて適度な動きっていうのが実はこの老廃物を外に出すためには必要になってきます。 で、今回は肩こりの筋肉の状態で固まっているのを改善するためにはどうしたらいいかって言ったら非常に簡単で筋肉を適度なスピード、速さで動かしていけばいいんです。その動かし方っていうのが大体10秒っていうのを目安にして動かしてください。で、肩だったら腕を回すっていうのが一つありますよね。これを10秒かけて回すんですよ。ぐーっとゆっくりと。 10秒かけて回していくで、回し方は普通に回すパターンもあれば肩をすくめるパターンでもいいですとりあえず肩こりがありそうな起きやすい場所を動かせばいいんですね例えばこの辺りとかがこりやすいっていうんであれば肩をぐーッと回したらいいんですけどもそこでちょっと手で押しながら回すっていうのもあるです これも大体10秒ぐらいかけて回してあげると一番いいんですね。そして首も10秒ぐらいかけてぐるーっとゆっくり左右に回すっていうのも一つのポイントです。結局こうやって筋肉をゆっくり動かすことによって筋肉の中にある老廃物をこうギューって伸ばしてまた元へ戻してっていうポンピング作用、まあ、ポンプ作用ですね。 にによって外に絞り立つみたいなイメージですそれで、えー、筋肉から老廃物、乳酸とかカルシウムが抜けて、えー、肩こりっていうのは回転していきやすくなります。あとは日常生活の癖をなくしたりとかですね、えー、例えばカバンを片方でいつも同じ方向で、方で持ってしまうっていうのを例えば反対側に持ってあげるとかあ、ちょっとした日常の癖をちょっと変えていったりとかですね、 左右バランスよく使っていくっていうことによっても肩ここりというのは改善することができますまずはゆっくり筋肉を動かすことによって中にある老廃物をとりあえず外に出していきましょうっていうのから始めてみたら肩こりっていうのは改善することができます。